しくじり世界史、俺みたいになるなぁ。なるなぁ、なるなぁ。今回は皇帝になったが誰からも認められない男、遠征外についてやっつ、ほらやっつ。遠征外の評判は非常に悪い。賛否両論とかじゃないんだね。遠征外を評価する意見もあるにはある。例えば遠征外とほぼ同時代の人物で、大日本帝国の首相にもなった犬飼剛は、遠大の敬あり、敬政の目あること、と遠征外を評価している。敬政、とは世を治めるということだね。だが大半の人間からは遠征外は悪評をつけられている。中には、説国、つまり国を盗んだとさえする評もあるほどだ。かなり強烈な悪評だね。中華においては孫文を善玉とする士官が強いので、遠征外は伝統的に悪玉になりやすい。また遠征外は中華における民主主義を叩き潰した人物であるので、民主主義国家からの評判も悪い。あらゆる方面からの評判が悪いわけだね。とはいえ遠征外は日清戦争、戊戌政変、義和団事件、辛亥革命、第一次世界大戦と歴史的大事件にかなり深く関わっている人物だ。中華史を語る上で、遠征外は避けては通れない。よくそれだけの激動を生き抜いたものだね。遠征外は1859年9月16日、縁保中の第四子として生まれた。縁家は河南省鎮州府工場の名家で、その一族からは紳士や巨人が多数輩出されている。紳士が科挙の合格者で、巨人は教師に合格したものだったね。遠征外も父親も科挙に合格したわけではないが、一族は非常に裕福で、大土地所有者であったようだな。その上顔が広く、遠征外の王子にあたる人物が李鴻章や宗国藩と強いつながりがあったようだ。宗国藩は将軍、李鴻章は外軍を組織した人物だね。真には八旗と呼ばれる軍団もあったのだが、機能不全状態に陥っており、将軍や外軍のようないわゆる恐竜が真の軍団として機能しているような状態だった。恐竜は私兵的性格が強かったんだよね。しかも宗国藩も李鴻章も漢民族だ。真の支配者宗たる満州族の警戒感は強く、それを察した宗国藩は将軍を解散させている。でも外軍は残ったのだよね。外軍は残り、後に北洋軍となる。そのあたりの話はおいおいするとしよう。遠征外は北洋軍閥の長に上り詰めるのだよね。遠征外の父の弟、つまり叔父にあたる縁保系には跡取りがいなかった。そこで遠征外は叔父の養子となり、家督を継ぐことになる。そして1873年、遠征外が14歳の時に叔父で養父の縁保系が死んだ。遠征外は当主になるわけだね。遠征外は幼き頃から科挙を目指して私塾に入り勉強していた。だが教師に合格することはできず、武官の道を進むことにした。その際養父の親友であり、李鴻章の部下である呉長慶を頼ったようだ。つまり外軍に入ったということかい？この時李鴻章は北洋大臣の地位にあり、外軍は北洋軍と呼ばれるようになっていた。遠征外は北洋軍に入ると朝鮮半島に配属され、間もなく庚申政変が起こる。庚申政変？開化派が臨時政権打倒と国政改革を目指して起こした政変。2024年現在教科書にはそのように書かれている。全然わからない。そもそも北洋軍がなぜ朝鮮にいるんだい？当時の朝鮮半島の情勢に触れた方が良さそうだな。この時朝鮮半島は李氏朝鮮の支配下にあり、高宗という人物がトップにいた。臨氏というのは高宗妃のことだ。李氏朝鮮は独立国家なわけだよね。秦と朝貢関係にはあるがな。一般に秦は李氏朝鮮の宗主国とされる。宗主国というのがよくわからないんだよな。高宗は即位した時まだ10代の前半であった。そこで父である大院君が摂政となる。父が摂政？なんで父が即位しないんだい？高宗はそもそも直系ではなかったんだ。1863年に哲宗が死んだ時、息子は全員夭折していて、娘が一人いた。そこで大院君は自分の息子を擁立したというわけだ。ちなみに、大院君、とは王の実父が王でなかった場合に与えられる特別な称号のことを指す。かなり特殊な称号だね。李氏朝鮮の実権は大院君が握っていた。だが1873年、高宗親政の名目で林妃が大院君を退けて実権を握ったわけだ。一種のクーデターだね。
ダイン君はそれまで鎖国政策を採用していたが、ビンヒは一転して開国政策を採用し、大日本帝国との間に日朝修好条約を結ぶ。この際、朝鮮は自主の国、とされ、朝鮮からの米国輸出の自由や輸出入税の免除などが決められた。いわゆる自由貿易主義に基づく条約だね。その結果米国が日本に大量輸出されることとなり、朝鮮半島ではインフレが起こった。その上ビンヒ政権において兵士への俸給が滞り、不満を持った兵士がビンヒ政権への反乱を起こす。1882年に起こったこの反乱を人後軍乱と呼ぶ。光辰事変の約2年前の話だね。ビンヒは自らが失脚させたダイン君を頼った。再び実権を握ったダイン君は日本公使館や気打ちを命じ、ビンヒの改革も全て元に戻すとした。また鎖国するのだね。一方開化派は秦に対して助けを求めた。開化派？簡潔に言うと李氏朝鮮で近代化を目指す一派で、独立党、とも呼ばれるな。秦はこの救援要請に応じて軍団を派遣した。この時派遣されたのが？北洋軍であり、その中に遠征外もいた。遠征外はダイン君を天津に連れ去り、反乱を鎮圧することに成功したのだった。そしてその後も北洋軍は李氏朝鮮に駐屯していたというわけだ。そして光辰政変が起こったと。秦はビンヒに対して総主権の強化を行った。それに反発した一派が大日本帝国と結び、クーデターを行ったのが光辰事変だ。クーデターは成功したのかい？一時的に政権を奪取したのだが、遠征外がこれを叩き潰したわけだ。遠征外大活躍というわけだね。1884年、新仏戦争が起こると李鴻章は朝鮮半島から北洋軍を引き上げさせた。そして残りの北洋軍と共に、遠征外は朝鮮半島に残ることになる。この機を開化派は見逃さず、光辰事変を引き起こしたというわけだ。北洋軍の多くが引き上げた瞬間にクーデターを決行したというわけだね。そして遠征外は見事にクーデターの阻止に成功したというわけだ。李鴻章は遠征外の活躍を激賞したという。なおこの直後遠征外はママ母の病気を理由に一度故郷に戻り、その後ダイン君を護送してまた戻るという動きをしている。ダイン君は朝鮮半島に戻ったのだね。ダイン君を戻した背景には、李鴻章なりの策があった。策？ロシア帝国と大日本帝国。この二つの帝国が朝鮮半島を狙っていた。そこで李鴻章は朝鮮半島への支配度を高めようとしたわけだ。それでダイン君を朝鮮に戻したと。そして李鴻章はその任を遠征外に任せた。李鴻章は遠征外のことをかなり信頼しているようだね。最終的に自身の後継者に据えたぐらいだしな。以降10年間、遠征外は李鴻章の代理人として朝鮮半島に留まったのである。そして1894年、皇后農民戦争が起こった。戦争かい？戦争が起きたのかい？李氏朝鮮は秦に対して派兵を要請。すると大日本帝国も軍団を朝鮮半島に派遣し、秦との間に日清戦争が始まったのである。結果は大日本帝国の勝利となり、北洋軍は惨敗した。詳しくは、日清戦争、を見てね。なお遠征外はこの結果を見越していたのか、日清戦争が起こる頃には帰国していた。そして軍の補給担当官となり平壌に向かうも、平壌は陥落し、満州に留まることとなった。つまり日清戦争ではあまり活躍しなかったのだね。一方で失策もなかったと言える。遠征外は李鴻章の腹心とも呼べる立場にあったが、李鴻章の政策に心から賛同していたわけではない。特に李鴻章の対日融和政策には反対の考えを持っていたようだ。つまり対日強硬論者だったということだね。遠征外は強い軍隊の必要性を痛感した。そこで真剣陸軍の編成に取り掛かるのである。北洋軍とはまた違うのかい？後に北洋三軍とも呼ばれるので、北洋軍の中でも特に近代的な軍隊といった感じかな。この軍団結成はドイツ人軍事顧問フォン・ハッケネンの提言により実現した。この頃のドイツは単独では最強だったかもしれないね。仏戦争においてはフランスに干渉したプロイセンが母体だったしな。間違いなく世界最強の一角だっただろう。真剣陸軍の編成を遠征外に命じたのは、英六であった。満州族なんだっけ？
ラストエンペラー愛神閣ラフギの母方の祖父といった方が覚えは良いかもしれないな。遠征外は新軍の編成に際し、ドイツ軍将校を招き、ドイツや日本の軍隊を参考にした。この際集まった人材の中には、ダンキズイや風国将といった後に軍閥を形成する者たちがいる。ダンキズイは日本からの西原借款を受けたものだね。まあ随分先の話になるがな。遠征外は真剣陸軍の編成に尽力し、その功績で直令暗殺死に任じられている。よくわからないけど高そうな地位だ。そして起きたのが義和団事件である。義和団事件は当初宗教結社義和団が起こした武装蜂起だったが、その狙いが外国勢力の排除であることを知ると、清朝政府は義和団と共に諸外国への宣戦布告を行った。宗教結社が起こす反乱多いね。義和団の乱が起きてから清が諸外国に宣戦布告するまで少々時間があるのだが、その間遠征外は義和団の乱発生の地である山東にて義和団と戦っている。遠征外率いる真剣陸軍は義和団を散々にやっつけ、義和団は山東から直令に移動した。直令って一回りのことだからそれはそれでまずいのではないのかい？まあその後清朝政府と義和団は共に列強に立ち向かうからな。結果はご存知の通り惨敗するが。詳しくは、義和団事件、を見てね。なおこの時遠征外は東南五歩に参加している。聞いたことない名称なのですが。清朝政府は列強に宣戦布告をしたが、多くの実力者は列強有利と見ていた。そこで列強の利権を保護する動きに出たわけだ。それが東南五歩というわけだね。遠征外は山東省内の義和団を総統するとともに、列強の資産保全に尽力した。北京からは援軍要請が届くが、遠征外は虎の子の真剣陸軍を派遣しなかった。ここまで行くともう反乱に近いのでは？だとしても清朝にはすでに真剣陸軍と遠征外をどうにもできなかったと言える。実は真剣陸軍以外にも新軍と呼ばれる近代式の軍団がいくつか結成された。そしてこの時そのほとんどが壊滅した。もう真には真剣陸軍を倒せる軍団が存在しなくなったわけだね。気を見るに敏。遠征外はまさにそういう男だった。義和団事件が起きる少し前、戊戌の政変が起こった。次から次に色々と起こるねー。日清戦争後、様々な方面で改革運動が起こった。その一つが高所帝が進めた改革だ。皇帝自ら改革を進めたのだね。高所帝は改革に対して強い意志を持つ高遊や楊慶長といった科挙出身官僚を積極的に登用し、偏方自強運動と呼ばれる改革を断行したのである。ほう、その結果どうなったのかね？結論を言えば偏方自強運動は失敗に終わる。そして失敗に追い込んだのは他でもない遠征外だ。一体どういうことかね？順を追って話すことにしよう。幼くして即位した高所帝には、実権などまるでなかった。彼は清朝の実質的支配者である清太后の傀儡に過ぎなかったのだ。みこしは軽い方が良いということだね。だが高所帝は担がれているだけのみこしではなかった。彼には国を良くしようという意志があったのだ。良いことではないか。高所帝はそのための最大の障壁、すなわち清太后を排除しようと考えた。そしてその計画に遠征外を誘ったのである。何故よりによって遠征外を。清太后に従順だった李鴻章と違い、対日強硬派だったからだろうな。遠征外の持つ李鴻章への不満を見抜いていた形となる。偏方派の面々も対日強硬派だったね。日清戦争に負けたことが偏方派結成の要因だったと言えるぐらいだ。またどうやら遠征外は楊慶長の開いていた勉強会に参加していたらしい。いずれにしても高所帝を頂点とする偏方派は遠征外を味方に引き入れた。危険な香りがする。遠征外は確かに味方になった。と、偏方派は考えていた。実際は違ったのだね。遠征外は永禄に計画の内容を伝えたのだという。計画は当然永禄から清太后に伝わった。これは終わった。計画を知った清太后の動きは早い。高所帝は幽閉され、高遊や楊慶長は国外に逃れた。偏方自強運動は終わったわけだね。強い者につく、それが遠征外だと言える。したたかというかなんというか。遠征外はこの働きにより、後部次郎に任じられた。
そして義和団事件が起きた際には、列強の財産保全を行い、列強の関心を買ったわけだ。乱世を生き抜くにはこれぐらいじゃないと厳しいのかもしれない。その一方で院政外は新朝最大の実力者である西太后のご機嫌を取ることも忘れていない。西太后は列強がやってくるや首都北京を脱出したのであるが、院政外は護衛のための兵を送り、莫大な額の資金と物資を届けさせている。抜け目ないねー。列強の関心も買いつつ西太后への配慮も忘れない。そして列強との講和が始まるや兵を北上させ、西太后が戻りやすくなるよう義和団を一掃した。完璧な動きだ。義和団事件の直後、李鴻章が死んだ。彼は遺書を残しており、そこには院政外を後継者にする旨が書かれていた。それに従い、院政外は北洋大臣代理となるのだった。李鴻章の後継者というわけだね。義和団事件は北京議定書が結ばれ終結した。莫大な賠償金にロシアの満州占領。それに伴うロシア帝国と大日本帝国の対立。激動に次ぐ激動だね。そのような中西太后は、新政の実施を宣言した。新政？かつて自身が叩き潰した近代化政策のことだな。院政外はこの際重要役職11を兼ね、新政の中枢を担った。そんなに兼ねられるものなのか。院政外にはやるべきことが多かった。中でも最優先は北京の外交とも言うべき天津の回収だった。回収？義和団事件後天津は列強の管理下に置かれていたんだ。義和団事件の際取った行動のおかげで、院政外は諸外国からの信頼が厚かった。いろいろ見越していたのだろうね。院政外は腹心の鄧小平を天津解析堂動員に任命して列強との交渉に当たらせ、天津の回収に成功している。院政外は政治家としてかなり有能だったのだね。院政外はさらに新朝の官僚や優秀な民間人を集めて日本へ留学させた。そして軍事、教育、経済など様々な分野での改革を行うのである。具体的にどのような改革を行ったのかね？例えば軍政においては将兵の教育機関を整備し、三井など日本の商社から武器弾薬を大量に購入した。そして北洋軍を強化し、院政外を頂点とするピラミッド型の組織を成立させたのである。新において北洋軍はサウナ機存在になったのだね。軍事力で言えば一強状態だな。その上院政外は新軍を全国各地で編成することを決めた。また農業面においても日本から講師を招き各種機関を整備し、工業も同様の方法で整備していった。あらゆる方面で近代化していったわけだね。また院政外は鉄道の敷設にも尽力し、借款なしで200キロ以上の鉄道敷設にも成功している。教育面で最も有名なのが、伝統的管理制度科挙の廃止だろう。科挙の廃止は院政外によるものだったのだね。伝統からの脱却。院政外の改革にはそのような面があった。なのに最終的には皇帝になるのか。一方で革命の足音も着実に近づいていた。皇帝制を維持したまま立憲君主制に移行する立憲派。皇帝制を廃止して共和制に移行する共和派。様々な考えはあれど、新朝に対する人々の不満は頂点に達していた。辛亥革命が始まるのだね。辛亥革命が始まる約5年前、院政外は立憲体制移行のための会議を開いた。満州族は基本的に立憲体制への移行に反対したが、結局立憲体制への移行がこの会議で決まる。でも革命は起こるわけだよね。革命の火種はすでに存在していた。だがこの時期の新朝はその消化に成功していたと言える。孫文の試みが幾度となく失敗に終わったことはその象徴だろう。でも火消しできない時がやってくるのだね。立憲体制への移行は着々と進んでいた。新朝は立憲に関する御事乗りを発し、イギリス、ドイツ、日本などを参考にするべく各国に考察憲政大臣が派遣されている。ドイツはこの時点では皇帝政治を維持していたね。議会の設置準備も進められ、各種機関が整備されていく。そして1916年に国会を開設する目処が立った。その頃にはもう新は、この際問題になるのは満州族の権益だ。最終的に辛亥革命によって新朝が滅びるのは、この部分が大きかったと言える。満州族は権益を手放そうとしなかったのだよね。
1908年11月14日に高所帝が死亡し、1908年11月15日に西太后が死んだ。以降秦は滅びに向かって一直線に突き進むこととなる。詳しくは、西太后を見てね。西太后が死ぬや、遠征外は失脚した。新たに秦の皇帝となったのはわずか2歳の愛新覚羅溥儀であり、実権はその父愛新覚羅西方が握り、遠征外は全ての職を解かれたのである。随分とわかりやすい人事だね。満州族は自分たちの特権を手放す気などなかった。故に、新規内閣、と呼ばれる満州族が要職を独占する内閣が組閣される。まるで時代を読めていない。人々は失望し、革命の動きは活発になった。そして遠征外を排除した清朝には、もうそれを止めるだけの力はなかった。新建陸軍はどうなったんだい？新軍の兵士の中には、満州族ではなく革命勢力に味方する者もいた。端的に言えば機能不全に陥ったと言える。軍隊が革命勢力に味方するようならもうその国は終わりだよね。秦はまさに終わろうとしていた。遠征外と孫文。二人は辛亥革命の中心人物だと言えるが、辛亥革命が起きた時二人は革命の中心にはいなかったと言える。じゃあどこにいたんだい？孫文は海外におり、遠征外は隠居していた。辛亥革命は武将より始まったとされる。いわゆる武将蜂起、だね。武将蜂起は秦軍内部にいた革命派によって引き起こされたとされる。つまり軍隊が反乱を起こしたってこと？まあそういうことになるのかな。反乱を起こした軍隊は、もともとは四川暴動の鎮圧を命じられていた。確か鉄道国有化に反対する人々が起こした暴動だったね。清朝は英米仏独4カ国から借款を受けて全国の鉄道を国有化しようとした。いわゆる民族資本家がそれに反発したわけだ。民族資本家？もともとは植民地側の民族における独自の資本形成を指す言葉だ。でも秦は植民地にはなっていないだろう？秦においては漢民族による資本形成を意味すると考えるのが良いだろうな。孫文や蒋介石の後ろ盾となった石膏財閥はその代表的存在だ。孫文も蒋介石も石膏財閥の有力者の娘と結婚したのだったね。秦における民族資本は列強に握られていた利権を取り戻そうとする利権回収運動を行っていた。鉄道国有化はそれを正面から叩き潰す政策だったと言える。それで民族資本家が起こったわけだね。秦は四川で起きた暴動を鎮圧しようとして軍隊を派遣したが、その軍隊が武装蜂起を行ったというわけだ。末期中の末期だね。武将で起きた武装蜂起は瞬く間に近隣に広がった。機能不全に陥った清朝は、遠征外を復帰させ、事態に当たらせようとした。だが遠征外は病気を理由にそれを拒む。今さら感があるよね。だが存亡の危機のため満州族も必死だった。そこで遠征外は国会の開設、責任内閣制の導入などを条件に引き受け、ついには内閣総理大臣となった。なんというか、一つ一つにうまさがあるね。一方革命は進行しており、14もの省が秦からの独立を宣言していた。秦には全部でいくつの省があったんだい？18省だな。もうほとんどが独立を宣言しているじゃないか。各省の代表者は南京に集結した。そして帰国した孫文を臨時大総統とする中華民国の建国を宣言したのである。中華民国と秦は並立していた時期があるのだね。中華民国成立から秦の滅亡まで約1ヶ月。これからその1ヶ月間の話をしよう。一体その1ヶ月の間に何があったんだい？今回は遠征外の動画なので、遠征外を中心に見ていこう。独立はしたものの、財政的にも軍事的にも中華民国は厳しい立場にあった。結局のところ戦力は遠征外率いる北洋軍に集中していたのだ。秦軍は革命勢力に味方したんじゃなかったのかい？秦軍といってもいくつかあったからな。それに遠征外が出てくるとなれば話は別だ。満州族の言うことは聞かなくても遠征外の言うことは別なわけだね。軍事力で言えば遠征外の優位は圧倒的だった。戦っても中華民国は遠征外に勝てない。それが分かっていた孫文は、遠征外に臨時大総統の地位を明け渡すことを考えた。遠征外を内側に取り込もうというわけだね。遠征外もその意見に乗り気だった。
そして孫文と遠征外の間で、戦闘艇こと溥儀の退位を条件に、遠征外を中華民国の臨時大総統とする密約が結ばれたとされる。遠征外が国のトップになるわけだね。遠征外は各所への根回しを行った。そして列強の公使たちと共に戦闘艇への退位を迫ったのである。列強の力を背景に持ったのだね。義和団事件以降列強は遠征外を信用していたからな。一方義和団事件以降列強は清朝政府には不信感を強めていた。そして1912年1月12日、戦闘艇は退位し、清朝は滅亡したのである。これによって始皇帝以来2000年以上続いた皇帝制度が終わりを迎えたのであった。詳しくは、辛亥革命、を見てね。なお清朝の皇族は引き続き北京の紫禁城に暮らすこととなった。イギリスやフランス、ロシアでの革命のように、君主が処刑されることはなかったのだね。戦闘艇退位の翌日、遠征外は盟約通り中華民国臨時大総統の地位についた。ただ中華民国は遠征外を心から信用していたわけではない。中華民国臨時約法を制定し、臨時大総統の権限を制限したのだ。これは波乱の香りがする。その上中華民国は南京を首都に定め、遠征外に南京に来るよう要請した。遠征外を北京から引き離そうというわけだね。だが遠征外の南下に反対する声も大きく、結局首都は北京となり、遠征外の南下は行われなかった。そして遠征外は北京で組閣し、内閣総理大臣には腹心の鄧小平が就任することとなる。結局北京中心の国になり、遠征外が実権を握ったのだね。ただこの内閣は北洋軍一色というわけではなく、立憲派や孫文らの中国同盟会からも閣僚が選出されており、混合内閣とも呼ばれるな。だがそれゆえに脆かったと言える。閣内で意見がまとまらず、結局2ヶ月ほどで混合内閣は瓦解した。フランス革命でもそうだったけど、できるだけ広い意見を採用しようとするとまとまらないよね。遠征外は新たに陸長省を首相に据えた。だがうまくまとまらず、遠征外は軍隊や警察を動員して無理やり組閣させたのであった。民主主義とはかけ離れたやり方だね。2000年以上も皇帝独裁が続いてきた中華において、果たして民主主義は根付くのか。宋教仁という人物は、中華に民主主義を根付かせるべく尽力した。一体何者だい？一言で言えば革命家だな。孫文と共に中国同盟会を設立した人物だが、その考えは孫文とは違っていた。どう違っていたのかね？孫文が大統領制、宋教仁が議員内閣制を目指していたとはよく言われるな。孫文はアメリカ式、宋教仁はイギリス式って感じかな。孫文は誰か強力な指導力を持った人物がトップに立たねば中華はまとまらないと考えた。宋教仁は逆にトップの権限を抑制することを重視した。そうなると孫文はもちろん遠征外と宋教仁は相性が悪そうだね。実際二人の相性は非常に悪かった。遠征外の権力を抑制する臨時約法を起草したのは他ならぬ宋教仁だったのだ。宋教仁は遠征外の天敵だったと言える。力でどうにもできなさそうだしね。結果を先に言ってしまうと、遠征外は結局力でどうにかした。1912年8月、宋教仁は孫文らと共に国民党を結成した。中国同盟会とは違うのかい？中国同盟会、統一共和党、国民共進会、国民公党、共和実進会の5つの政党が一つになったのが国民党だ。そして1913年、中華で初めての議会選挙が行われた。結果は？国民党の圧勝。国民党は第一党となった。その後すぐに宋教仁が死んだ。死んだ？一体なぜ？遠征外が殺したと言われ続けているな。つまり証拠はないと？1913年3月、宋教仁は上海駅で暗殺された。同年4月、国会が開かれ、憲法草案が出される。その内容は宋教仁が起草した臨時約法同様、総統権力に対して制限的だった。その草案通りの憲法は出来上がったのかい？作られなかった。遠征外は国民党を潰すべく、まずは国民党系の徒徳たちを罷免したのだ。罷免された徒徳たちは遠征外に抵抗しようとしたが無駄だった。
圧倒的力を持つ遠征外に叩き潰され、多くは国外への亡命を余儀なくされた。力こそパワー。1913年10月、大総統選挙法が制定される。この法律に基づき大総統選挙が行われるわけだが、遠征外はあらかじめ戒厳令を敷いており、国民党系議員たちを次々に逮捕したのである。いろいろひどすぎる。そして投票日になると軍人らに国会を包囲させ、議員たちに圧力をかけた。そのような選挙において、遠征外は中華民国の大総統に選ばれたのであった。でたらめにも程がある。大総統となった遠征外は憲法草案を破棄し、国民党への攻撃を徹底した。そして国民党への解散命令を出したのである。結局独裁に走るのだね。その後遠征外は国会を解散。1914年5月、中華民国薬法が制定され、臨時薬法は破棄された。これによって大総統の権限は大幅に強化され、事実上民主主義は死んだ。総教人の暗殺から事態が一気に進んだね。遠征外の狙いは初めから圧倒的独裁。そのために最も邪魔だったのが総教人だったと言える。だから殺したと。そのように言われ続けているな。遠征外はさらに地方議会を廃止し、すべての権力を中央政府に集中させた。そして1914年の12月には大総統選挙法を発布し、大総統の任期は10年となり、いくらでも再選することが可能となったのである。1914年といえば第一次世界大戦が起きた年だね。世界的なその渦の中に、遠征外も巻き込まれることとなる。一次大戦が始まると、大日本帝国は日英同盟を理由に山東省にいたドイツ軍を攻撃した。ドイツは山東省に権益を持っていたのだったね。遠征外が最も恐れたのは、大日本帝国軍の侵攻であった。そこで遠征外は第一次世界大戦における中立を宣言する。遠征外は戦いたくなかったのだね。戦争になれば北洋軍は消耗するからな。そうなれば国内における遠征外の優位は絶対的なものではなくなる。戦争は避けたいというわけだね。そのような遠征外の態度は当然大日本帝国側に見透かされていた。1915年1月、大日本帝国は遠征外に対して21箇条の要求を突きつけた。その内容はドイツ山東省権益の譲渡などかなり厳しいものであった。大日本帝国は欧州の国々が潰し合っている間に中華権益を拡大しようとしたわけだね。なおこの21箇条の要求についてはドイツとアメリカが激しく反発している。ドイツはともかくアメリカもなんだね。アメリカも中華権益を狙っていたからな。5月、遠征外は21箇条の要求を受諾した。その一方で遠征外は皇帝即位への準備を進めている。なんか唐突だな。ずっと前から計画していたのだろうな。少なくとも一次大戦より前、1914年の1月には準備が始まっている。ただ遠征外の皇帝即位には内外から強い反発があった。内側からはともかく外側からも反対の声があったのだね。1915年10月、日英仏ロイの5カ国は訂正延期勧告を行っている。だが遠征外は訂正への意向を強行し、1916年2月には貢献と元号を変え、自ら皇帝に即位したのであった。遠征外はよほど皇帝になりたかったのだろうね。外国からの反発以上に、国内における反発が深刻だった。3月には江西省が独立を宣言し、中華民国からの離脱を表明。雲南でも遠征外の即位に対する反発から反乱が起きてしまう。全然国内の支持を得られていなかったわけだね。3月22日、遠征外は訂正の取り消しを発表した。わずか83日間で遠征外の訂正は終わりを迎えたのだった。短い、あまりにも短い。だが離脱の動きは止められず、広東、江西、浙江で相次いで独立が宣言される。それからほどない1916年6月6日、遠征外はその生涯に幕を閉じた。死んでしまった。果たして遠征外とは何だったのだろうか。何だったのだろうね。遠征外が辛亥革命の中心人物であり、清を滅ぼしたのは間違いない。だが同時に遠征外は中華の崩壊に直面せざるを得なかった。どういうことだい？清が滅亡したと同時に、モンゴルとチベットが相次いで独立を宣言したのだ。
そしてモンゴルとチベットはお互いの国家成立を承認し合った。露中宣言では外モンゴルにおける宗主権が認められ、イギリスとのシムラ条約ではチベットの宗主国と認められるも、独立国としたため遠征外側は署名を拒否した。結局これらの問題は後世に持ち越されることとなる。チベット問題は現在でも深刻だよね。遠征外はその剛腕で清朝滅亡後の中華をまとめたとも言える。だが結局多くの省の離脱を招き、その死後再び中華は分裂状態に陥ってしまった。中華はずっと統合と分裂を繰り返しているよね。遠征外もまたそのサイクルの一環だったのかもしれない。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。